日本徳島県徳島市南田宮炎症像橋から、三田田宮川、右が南田宮、左が北、雑魚南田宮は、徳島県徳島市の町名。現行行政地名は、南田宮一丁目から四丁目まで。郵便番号は、郵便番号770-0004。徳島市の調査による2009年12月現在、の人口は2573人。 世帯数は1129世帯。徳島市及び市街地の北部に位置し、鴨地区に属している。北京を徳島県道30号徳島鴨島線が通り、東は新町川が南流している。民や街道の拡張工事が開始され、それに伴い商業地下が進んだ。また、南田宮は徳島駅や佐古駅といった市内中心部の駅に近いため、 マンションやアパートが多く立ち並び、都市化が進んでいる。南河宮の田宮運動公園内にある徳島市陸上競技場は、徳島市唯一の陸上競技施設で、市内の小中高等学校の部活動などで使用されているため、非常に多くの学生が利用している。明治時代の富谷は愛の蘇生が盛んであり、明治7年にはアワー愛の蘇生工場が設置された。 しかし金銭的にも愛の事業を進めるのが苦悩になっていったため、明治10年を最盛期として事業は中止された。明治30年には長井長吉の生成愛研究室が南田宮に設置された。また、阿波藩の炎症像跡が現在の南田宮二丁目にあり、その近くを流れている民屋川にかかっている炎症像橋の由来となっている。昭和八年には、 伊北地区の中前川町と内町地区の北で、来島町を結んだ三都合橋が仮設され、周辺地域とタミヤの交通が非常に便利になった。また、昭和57年のタミヤ街道開通に伴い、多くの商業施設がオープンした。現在ではタミヤ街道の拡張工事が行われ、多くの商業施設や飲食店が攻めにあっている。南ラフにあるタミヤ運動公園には、 昭和51年に徳島市で唯一の陸上競技場である徳島市陸上競技場を設置し、市内の陸上大会などがここで行われるようになった。また、同公園内には昭和54年に設置された徳島市、タミヤ公園プールがあり、毎年夏になると多くの親子連れや学生で賑わう。元はタミヤ町、や山町、中吉野町の各一部で、 昭和43年に現在の町名となった。名前の由来は他の中の宮の井で、宮は現在の天神社とされている。2005年には南ガ宮の総裁場問題が発生した。当初はベルモニーとベルベの二つの総裁場ができる予定であったが、反対運動の中ベルモニーが撤退したため、現在ではベルベと住民が対立している。この総裁場問題がきっかけで、 それまで町内会のなかった南田宮に町内会が設立された。また、南田宮では、総裁上を反対する旗や看板が多く設置されており、反対運動の宣伝カーも街中を通っている。2006年には、総裁上建設の反対票が1万3000秒を超えたため、ベルモニーが総裁上建設から退いた。しかし、ベルベは、すでに建設中であり、 住民は反対運動を続けている。また、京都の総裁上問題と時期が重なったため、全国ニュースでメディアにも取り上げられた。徳島市陸上競技場、エンターテインメントガーデン遊び場、新たへの湯都道府県道、タミヤ街道徳島バス。ありがとうございます。